我给大家介绍一下，这位是我们的新员工小野，但是呢他刚进来嘛，所以我想让他体验在我们的拍摄是什么样子。对，不是私心的，不是私心的。你说什么？因为商务嘛，一定要了解我们的拍摄是什么样子。这什么？我们三个人现在开始就是比赛，谁钓的最多，谁会赢吗？钓的最多谁赢？但也要根据是鱼的大小。那开始啊！ Okay. 开始。OK。来鱼了！哦，第一条鱼，头彩，哈哈哈哈哈！怎么回事？哦，新手果然厉害，厉害吧？这个也是梭子鱼。哎，我来了，我钓到了，你说，我钓到了，我钓到了，哇，快进来！你拿这边，显得大一点 ，OK， 很棒，真的非常棒，给他一个特写，为什么？我一直跟大海沟通呢，你是跟大海沟通。时间到了，已经45分了。啊，收杆了，45分，时间到了。我不想伤害现在的鱼。我跟大海沟通就过了。谢谢，聊得挺开心的。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。听说这个是一个厦门的特色菜，我没有吃过，尝试一下。我去，这个味道有点像泰国菜，そうそうそう、なんかトムヤンクみたいな。あ、どうも。あ、あ、大国さん。あ、どうもこんにちは。竹内と申します。よろしくお願いします。すみません、俺朝飯食いながらですけど、なかなか美味しそうですね。めっちゃうまいです。大国さんなんて言うんですか。大国光彦さん。そうです。ああ、パナソニック。もうシャーメンに住んでどれぐらいですか。もう3年になります、ね。3年。まあこちらにこの、設計部っていうのが立ち上げるっていうことがあって、の設計者のこうまあ育成みたいな形で来させていただいてる。なるほど。あの設計っていうのはカメラの設計。そうです。僕もずっと監督やってるんですけど、実は知らないこのカメラがどうなってるの。お前両方ともソニーです。ソニーです。ダメですね。プシンだ。どこに取材に来てるんですかみたいな。应该我们要带松下。身为松下住宅员的大国先生，工作之余喜欢和同事们一起环岛骑行，本着不放过任何一次公费旅游机会的原则，亮叔决定和他一起体验厦门的悠闲生活。今日かっこいいね。全然違うね。完全不一样。好帅啊。哇，好多人。哇，这么多人。Hello。走。みんなめっちゃいいやつじゃないですか、これ。
俺はこれですよ、これ。これどうやってついてくるんですかね。じゃあそれどうぞ。どうぞ。俺これ乗るわ。これ似合う。絵になってますかね。なってますよ。なってます。不思議な絵になってます。什么？哎，等一下，稍等一下，稍等一下，稍等一下。然后你身份证号码对不对？哦，不好意思。不是，骑着自行车，拿着手机，不能这样。不好意思，不好意思，谢谢。嗯。哈哈。哇，哇，挺漂亮的，看到海了。哦，耶！这不是 Remix， 这是 Remix 啊！哎，也是 Remix， 是大国 Okinson 设计的。哦，他设计的。朱有亮，朱有亮，对，朱有亮，朱有亮。竹内亮，对，我是竹有亮。竹有亮，你好，你好，欢迎南向南。好，谢谢。竹有亮，竹有亮。那自拍的话怎么办？自拍的话就是你把这样子对，然后他把这个转换，马上变成就自拍。これは三彦さんが設計した。そうですそうです。Vlog 用的。そう、Vlog 用的。随便拍。哎，这个很好。很好。这个能不能送给我？又来了。为了收视率，编导下足血本，准备了一个特殊的环节。今天我们难得来到了沙滩，现场又有这么多的相机，哦，这还有一个美女。那拍，我们来拍沙吧。我给大家准备了一个游戏，赢得比赛的人可以得到这台相机。哇，真的吗？我要。对三个人，对，要是我，最懂内容的人 ，Okinson， 设计者，最懂相机的人，还有我们的摄影师啊，哪里有？然后我准备了三套服装，三套服装，三套服装，对，不同风格的服装。怎么了？来 ，OK， 嗨，何もなかったら。啊，スカートだ。スカート。尴尬。这幅画。OK， 伸懒腰。伸懒腰。这样伸。弄到这样。对。对。对，好专业。阳露出来没关系，哎，好看。第二位参赛者是作为相机设计师的大国先生。ちょっとこうみたいなこう、あ、それいいね、ちょっと。もう一回。同じね、ちょっと。なるほど。やべえな。看一下小野的侧脸。あ、いいね、すごくいい。他想到了一个特殊的拍照方式，利用相机的摄像功能进行动态拍摄，之后再截图。团队来了，好强啊！OK 的 ，OK 的，哇哦，哇哦，假装我们俩是朋友，不是男女朋友，就是朋友，懂意思吗？然后我们一直在这个沙滩玩就可以了，对 ，OK， 椰汁要不要？要不？要，老板要这个。那张给我上来。游泳圈，好，这个短的太美了，谢谢。哎呦，道具了，太好了。
哦，倒计倒数。喜欢吗？你好久没来大海是吧？是啊，我们是采访的环节。你喜欢大海吗？怎么样？好久没看大海是吧？嗯，很好看。那你喜欢大海的什么样的感觉？就是那种很宽广，然后又很让人舒服的感觉。我也喜欢。你有什么梦想吗？梦想，我的梦想是。差不多了。OK。差不多了，差不多了。我觉得我接受了一个采访。差不多了，差不多了。感觉怎么样？非常的很有趣吧？对，就是怼着我的脸，然后对我采访。萨斯卡塔克维萨，非常好，是亮叔的曝光很正确，对，是吗？对，是全自动的，这说明这个机器，对，这个人好多都是欠爆的，是吗？哎呦，真的，哎，马老师不行啊，可以吧？自然。自然吗？对对对。在一番激烈的思想斗争后，三位参赛者选出了各自比较满意的作品。嗨嗨，终于来了。哦，看一下，先看谁的，先看马里奥的。哦，马老师是吧？对，奥克尼桑的。哦，なるほど。同じ行きましたから。好，那最后一个是亮叔的。好像不是很喜欢。哎，不是我。明明是我。哎，哎不，你不能这么说。不一样。我觉得今天的冠军是。居然喜欢这张吗？其实这张也很好看。哪一张？这张也很好看。就是我觉得还蛮，就是这个吧，就啊，你不喜欢这张吗？这个人有，这个人的审美观没有问题。僕です。自分でやったの？自分でやりました。他自己贴的。わー。どうですか？畳や。畳。わざわざ買ったのこれ？買いました、買いました。やっぱ日本人ですね。畳、すごい気持ちいい。何喜欢畳？超级舒服。不要睡着，不要睡着。其实大国先生和同事之前都不会做饭，直到就因为疫情的原因吧，コロナの影響で、奥さんはこういう姿見たことある？ないですね、多分。あんたご飯作れるのみたいな。でお子さんも。道草の手料理は食べたことない。ないですね。まあやっぱりね、これでしょう。これですか。これでしょう。まずはこれ。これを言ってください。うん。美味しいよ。美味しいですか。うん。よかった。トロトロだよ。トロトロ。冷めた。お、来た。お、パウル。パウル。これは先ました。ちょっと。これすごい。パウル。うん。むける。うまい。うまい。あ、プレゼント。お。開けましょうか。今から。いちこいただきました。与以往主动选择来到中国的主人公不同，亮叔问起了作为驻在员的他们来到中国后的感受。そう、中国に来る前は中国の印象ってどんな感じでした？来ましたか。じゃあ僕はね、来
っていうイメージだったんです。汚い。汚い。汚い。うん。うん。なんか危なそうかな。うん、危なそう。そう、そんな感じかな。うん、それぐらい思ってました、ね。うん。ニュースとかで聞く情報が全てだと思ってたんで、うんうん、そういうの見るとどう思いますか。いや、もうダメですね、これは、うん、全然分かってないなと、うんうん、見てから言った方がいい、見てから言え、まあ、こっちに住んでる人は全員そう言うんだよね全員、もうこれはね、どの職業にも関わらず、うん、年代、性別、職業、うん、全部関係なく、うん、必ず同じこと言うんですね、うんうん、ちょっとガラッと話変わるんですけど、なんでパナソニックに入ったんですか。ああ、僕はね、コウノスクさんが大好き。ああ、うん、物を作る前に人を作るっていう考え方、うん、その考え方がやっぱり素晴らしいな、うんうん、そこですね。福山さん、なんでパナソニック入ったの。こっち来ます。こっち来ます。来るよ。これね、今すっごいいい話した後に大変申し訳ないんですけど、たまたま受かったら、いや、とりあえず有名なとこ受けとこうかな。あちゃー、あちゃー、すげえいいこと言ってた。全然今いいこと言ってたのに。そこで終われ、よかった。あちゃー、売っちゃったよ。売っちゃったね。俺多分そう来るかなと思ってたんですよ。そう来るかなと思ってたら、あ、違うと思った。本気だこの人と思って逆にびっくりした。こっちが強い。こっち安心した。逆に安心した。让大国先生如此喜爱的松下究竟有着怎样的魅力呢？在他们的帮助下，节目组得到了进入据说从未公开过的厦门 Lumix 工厂独家取材的许可。敬请期待下篇。我人生第一次打开，盲盒啊，第一次买，对，有点紧张。哇，非常要的。哇，我手机好好。我再也不会盲盒了。跑出来了，这里已经跑出来了。对，这么一点。好难啊。俺がめっちゃ複雑だから。それでも透明やりたい理由って。難しいから。我们在 YouTube 新开设了会员频道。打开和之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我助会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！